ヒクイナは、ツルモククイナかヒメクイナ族に分類される鳥類。古くは単にクイナと呼ばれ、その独特の鳴き声は、古くからクイナ叩くと言い習わされてきた。クイナとして、ミカの季語。全長19から23センチメートル。翼海蝶37センチメートル。体重0.1キログラム。上面の羽衣は、褐色や暗緑褐色。 喉の羽衣は白やお白色。胸部や体側面の羽衣は赤葛色。腹部の羽衣はお白色で泡褐色の縞模様が入る。交彩は脳赤色。くちばしの色彩は緑褐色で、下くちばし先端が黄色。甲子は赤大色や赤葛色。卵の殻は高褐色で赤葛色や青灰色の斑点が入る。出現。 河川、水田などに生息する。和名は鳴き声に由来し、古くは本種と食いナが区別されていなかった。植生は動物食傾向の強い雑食で、昆虫、軟体動物、カエル、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。水辺の茂みや低木の木の絵によしなどを組み合わせた皿状の巣を作り、日本では5の8月に4から9個の卵を産む。 私有交代で放乱し、放乱期間は20日。古くは単にクイナと呼ばれ、連続して戸を叩くようにも聞こえる独特の鳴き声は、古くからクイナ叩くと言い習わされてきた。古典文学にもたびたび登場している、夏の季語、クヒナの内叩きたるは、誰が、門差してと哀れに、覚えゆ。紫式部、源氏物語、明石叩くとも誰かクヒナのくれぬるに、 山地を深く訪ねては金菅原高須女、キム・スガワラ・タカスエジサラシナ日記5月、勝負吹頃、さなえ取る頃、クイナの叩くなど、心細から、ぬかは、健康防止、ツれズれ草この宿は、クイナも知らぬとびらかな松尾場所。ありがとうございます。